あなたのまだ知らない楽しいがきっと見つかるユンチャンネル。はい、こんばんは、ユンです。ロックンだよ。今日もおすすめの漫画を紹介していきたいと思います。最近ちょっと不定期になっててごめんなさい。甲子園見てたいつも何かしら見てるんだよね。うん、お盆休みね、ほぼほぼ甲子園見てた。まあ我が愛知県の中京大中京は割とサクッと負けちゃったんですけどね。まあどこが優勝するか楽しみに、まあもう見れないんだけどまあニュースだけでもね聞きながら楽しんでいきたいと思います。で、今回はおすすめ漫画紹介です。久しぶりですね。というわけで、尺長くなってもあれなんで、最近の戦果もういっちゃいます。まずこちら、じゃじゃん、ワニトカゲギスの一巻からこちら4巻で完結です。で、これ古谷実先生、有名なのだと秘密とか稲中卓球部が有名なのかな。稲中卓球部とか僕と一緒とか初期の頃はギャグ漫画書かれてたんですけど、古谷先生曰くもうギャグ漫画は書き切ったっていうので、そこからガラッと作風が変わって、なかなかうつゲーというか、闇の深い漫画を描くようになって、その中の代表作が秘密だと思うんですけど、これもね結構闇が深いなんですけど、秘密とかに比べると割とポップです。というのも4巻で尺が短かったっていうのもあるのかもしれないんですけど、割と骨合主義でサクサクっと物語が進むので、そこまで闇にとらわれるっていう感じではなかった。もう30過ぎて友達もいない、自分人生下ばっかり見て歩いてた、こんな人生じゃダメだって気づいた主人公が人生を変えようとする、そんな物語なんですけど、そんなちょろくいくかな人生っていうような感じでトントントンと階段を登っていく、そんな話になってます。読んでてすごい羨ましかったです。自分まあ全然イケてないんですけど、この漫画の主人公ね、全然イケてないんですけど、ピンポイントですげえかっこいいって思ってくれる若い女の子が現れて、早速お付き合いしたりだとか、ちょろいなーって思った羨ましい。ピンポイントで私すげえタイプだっていう女性、いたらいいな。はいで、お次、じゃじゃん、アナザーの一巻からこちら4巻で、これも完結です。同名のね小説が結構一時期流行ったような気がする。アナザーっていう小説見たことないですかね。ハードカバーのやつだとこんな感じのイラストのやつが表紙になってた。まあそれの漫画版です。当時流行ってた王様ゲームとか、そんな感じのデスゲームっていうよりかは、理不尽に教室、まあ学校のね一つのクラスの生徒が次々に死んでいくっていう、まあそういうお話です。で、それを阻止するために主人公たちが立ち上がるっていう、まあ一時よくあった作品かな。で、まあまあ普通に面白かったです。特にひねりとかはなかったですけど、まあまあこんな感じかなっていう、はい、感じでした。感じが多いな。で、お次、じゃじゃん、佐野奈美作品集です。で、ここ書いてるね、坂本ですがとか右とだりの作者先生の短編集です。で、この先生がね、もうどれぐらい経つの、1年経つのかな、まあ亡くなっちゃったんだよね、残念ながら。で、書き溜めてた未収録の作品集を今回集めて出版しましたよっていうのがこの作品集になってます。で、坂本も右だりも読んだことないんですけど、雰囲気とかは立ち読みでパラパラ読んだことがあったので、まあ存じ上げてる先生で、で今回短編集が出版されたっていうので、まあこれは買わにはいけんなと、さすがに。で、
で購入しました。で、中身まだ読めてないんですけど、まあ、ファンの多い作品だと思うので、坂本ですがの、ミートダリも。まあ、どんな作品を書かれてた先生なのかなっていうのを、まあ、ちょっと個人を忍びながら読んでいきたいと思います。で、お次で最後。じゃじゃん。闇の森人の3巻です。で、これで完結かな？確か。これね、結構いろいろ、ここにも書いてあるね、ドラマ化してたりだとか、原作小説があったりだとか、いろいろ幅広く展開してた作品みたいです。私はちょっと他の媒体を存じ上げないので。で、異世界ファンタジーの最高傑作ってすごい書いてある。で、これ3巻で完結なんですけど、1、2巻、まあ当然持ってるんですけど、まだ読んでないんだ。全部揃ってから読みたいなと思ってたんで。で、今回、まあ、ちょっと割高にはなっちゃったんですけど、中古で見つけて、まあネットでね。ネットって基本割高だよね。それもないか。安いところもあるかもしれないけど、これ、希少本っていうほどじゃないけど、あんまりなかったらしくて。で、見つけたので、これでようやく読めるなっていうところ。異世界ファンタジーの最高傑作。なかなか面白そうじゃないですか。で、3巻で完結っていう、サクッと終わるっていうところも良き。で、面白かったらね、これ NHK でやってたみたいだね、ドラマも。NHK だと TVer とかでは見れないか。まあ、何しかどっかで見れれば見たいなと思う。で、登場人物もね、登場人物っていうか主演か。主演が綾瀬はるかさんがやってたりだとか、まあ、そこそこ有名な作品だったんじゃないのかなって思ってます。これが2018年ぐらいの作品なので、もう6年近く前か。私は知らないな。まあもしご存知の方がいたらね、コメントでどんなお話だったよっていうのも教えてくれたら助かります。というわけで最近の戦果は以上で、今日おすすめする漫画。これ以前にもね、確かご紹介したことあると思う。何かというとこちら。じゃじゃん。ミワさんなりすますです。これ最近読み直してて、やっぱり面白いなって思ったのが、まあ一番。で、それで紹介したいと思って、今回持ってきました。で、どんなお話か。まあ、ラブコメ、ラブストーリーであり、コメディであり、サスペンスである。そんな作品で、こっちの女性がミワさん。ミワさんは映画が大好きで、年間1500本以上見るんだ。どうやったらそんな読めるじゃない、見れるか。まあ、いい年してフリーターなんだよ。相変わらずずーっと。で、時間があるから映画を見る。で、その映画の見方も、細かくメモを取りながら、ひたすら見てくんだ。そんなゴリゴリの映画オタク。で、一番の推しが、こっちの八海崇っていう世界的俳優の方が最推し。で、ある日ネットでね、カタカタって、パソコンいじってたら、ネットでカタカタってパソコンいじってたら、まあ、パソコンいじってたらね、なんとこの八海さんが、家政婦を募集してるっていう記事を見つけて、これはやばい、来たと思って、推しと同じ空気が吸えるってなった美和さん、早速募集にね、応募しようとするんですけど、大卒で、TOEIC 800点以上で、で、いろいろ他にも資格が、様々な資格を持ってないと応募できないよっていう、かなり狭き門。で、ちゃんちゃん。ちゃんちゃん！残念でした。で、終わらないんだよ。そこで終わったらもう第1話で終わっちゃうからね。もちろん。どうしても諦められない美和さん。その募集当日、八海邸まで、なんかね、もうネットでね、めっちゃググって、八海さんの自宅知ってるんだよ。なぜか美和さん。ちょっとストーカー入ってて怖いんだけど。で、八海邸まで行って、お手伝いさんの募集した人が面接に来るわけだ。で、それを電信柱の陰から、いいな、あの人が八海さんのお宅で家政婦できるんだって思ってたら、事故に遭うんだよ。その家政婦さんが。で、と思って、家
介抱してたら、なんやかんやあってその応募してきた人と間違われて八海亭で家政婦をすることになっちゃったっていうところからお話がスタートします。なのでなりすますっていうのはその偽物、本来家政婦になる人だった人、まあ直前で交通事故に遭っちゃってリタイアしちゃったんだけど、その人になりすまして八海崇の家政婦になったこの美和さんのストーリーです。なかなか導入から面白そうじゃないですか。そのお話っていうのはね、第1話で全部描かれてるので、で試し読みもきっとあると思うので、それは探してまたロックに貼っといてもらいます。でそこだけ読んでもらえれば多分ハマる、っていうそのスピード感と、あと見せ方がねうまい。ところどころテロップというか文字でね補足してるんだけど、その補足の仕方がうまい、没入できる。で多分作者の方も映画が好きなんでしょうね。そういう映画的手法をねところどころで使われてて、もう見入っちゃう作品に。でお話として、まあなりすましで家政婦になった美和さんとこの八海崇、まあ一階の家政婦と世界的俳優ですよ、どうこうなれるもんじゃないと思いきやっていうちょっとしたシンデレラストーリーでもあります。今までもうただのオタクでバイト先でも煙たがられてた美和さんで、自分でも何の取り柄もない、好きなのは映画だけ、それに没入できてる時間だけが生きがいだった美和さんで、自己肯定感ももちろん低いんだ。そんな美和さんが世界的俳優の家政婦になって、でいろんなセレブの人間と出会ったり話したりすることによって、どん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 階段を上っていく、そんなシンデレラストーリーになってます。でその描き方っていうのが、時にラブストーリーであり、時にコメディーであり、時にサスペンスでありっていうので、めちゃくちゃ見せてくれます。いろんなジャンルをね織り交ぜてて、でそれが喧嘩してないんだよ。コメディーのところはしっかりコメディーで、思わずクスッと笑ってしまうぐらい面白いですし、サスペンスの部分、まあなりすましてるからね、もうバレたら終わりだよ人生。そこのヒヤヒヤ感と美和さんの心の葛藤、自分はなりすましなのにっていうところなんだけど、世界が広がっていって自分を認めてくれる人たちがたくさん現れる。でも自分はなりすまし、この幸せを享受していいのだろうかっていう葛藤、そういったところも上手に描かれてて、めちゃくちゃ読み込ませてくれます。でこれがね今こちら10巻まで出ております。でこの10巻でまたさらにすごいことになってる。続きがめちゃくちゃ気になる。この八海崇っていうね世界的俳優、この男の動向一つでもう大騒動になる。そんなところに今舞台が整っちゃってて、もう見どころしかない。次がほんと気になる。早く出て、いつ出るんだろう。ほんとね、あ、9月だ、9月末予定だからもうすぐだね。来月の新刊ひょっとしたら出るかもしれない。チェックです、要チェックですこれは。でギャラクシー賞受賞って書いてあったりだとか、でドラマ化もしてますこれ。どこでやってたのかな、忘れちゃったけど、まあドラマ化もしてるぐらい原作がしっかりしてるっていうのは、そう、あのドラマ化とか映像化って私あんまり好きじゃないというか見ないんですけど、ドラマ化とか映像化されるぐらい原作がしっかりしてるんだなっていう、その担保にはなると思ってるんだ。いくら面白い作品でも原作がねわちゃわちゃしてたら映像化なんかされないし、それが映像化できるっていうことはそれだけその作品原作が輝いてるものがあるっていうものの、まあ、証明に他ならないなって思ってるので、見ないんだけど、ドラマ化とかはすごいいいことだなと勝手に思ってます。で美和さんなりすますもちろんされてます、おすすめで。
今日のまとめ出そうと思ったんだけど、久々におすすめ漫画紹介やったから忘れた。突発で撮ってるんでね、いつも気分が乗ったらごめんなさいね。まあ、ドキドキワクワクコメディサスペンスプラスこの美和さんのシンデレラストーリー、どういう風に周りに認められてどういう風に階段を登っていくかっていうシンデレラストーリー、そこかな見どころは。うん。で、途中にも言いました通り、試し読みは探しときますので、で、概要欄にね、いつものように貼っときますので、気になったよっていう方は、ぜひ試し読みからでもいいので、してみてください。はい、というわけでここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。